どうもこんにちは。三井住友からカードの更新、新しいカードが届きましたんで、この古いカードはね、こうやってハサミを入れちゃいますね。バシンと。で、大胆にこうやって切ってしまうわけなんですけども、肝心なのがこのね、IC チップのところにハサミを入れるってことなんですよね、ここね。で、これで完全に物理的に破壊されます。再生不能ですね。で、ここも、あのですね、一応このキンキラキンも今日切っておきましょうか。はい、こんな感じですか。まあ、これも別に切る必要はないんですけど、一応ねこうやって切っときましょう。はい、こんな感じでくしゃくしゃになりました。で、一応ね、新しいカードが届いたら新しいカードの裏面に名前をすぐ書きましょう。名前を書くことによって不正利用された時に保険が効くんですよ。名前が書いてない場合は保険が適用されずに被害額が全部ね個人債務になる可能性がありますんで、ご用心でございます。それではありがとうございました。